スクランブルファンフェスタ、なんだろう、握手会とかコミケとかそんな感じ。あんま行ったことないね、そういうところ、うん、ブエナフェスタなら知ってるよ。あのね、ワンピーススタンピードっていう劇場版の映画でラスボスみたいな感じのキャラなんだよね、ブエナフェスタって。ユウスケ・サンタマリアさんがやってる声優。みんな今日も見てくれてありがとう。次が最後のコーナーだよ。最後のコーナー、最初から最後のコーナーってこと？コーナーで差をつけろ、俊足。もっと見たい。今日も楽しかった。次のコーナー何？次はももじゃんコメント返しコーナーよ。うわ、ネタ切れ時の最終兵器じゃん、コメント返しコーナー。みんなのコメントにできる限り答えたい。でも配信中には答えられなかったコメントもいっぱいあると思うの。最悪ツイッターでもできるけどね、まあ、コーナーで差をつけたいんでしょう。だから前の動画を見返して気になったコメントをどんどん拾っていこうっていうコーナーだよ。どんぐらい嬉しいかっていうと、おそらく憧れの先生に消しゴムを拾ってもらえたぐらい嬉しいね。わ、嬉しい。神コーナー拾ってもらえるかな。前回までで拾えなかったコメントが多かったのはやっぱり小学校からの配信かな。ああ、あの例の事件。あの時はみんな子供たちと遊んでいたからコメントを見る暇もなかったものね。さすがにね、画面見ながらやってたら完全にお母さんと一緒だからね。愛理ちゃんの特別ライブ感動した、桃井愛理最高っていうコメントがたくさんあったね。あれだよね、お母さんと。みんなありがとう。お母さんと一緒ってさ、ちゃんとお母さんじゃなかったお兄さんとさ、お姉さん画面から目離してないところがもう仕事って感じするよね。楽しんでもらえたみたいで何よりだわ、うん、ハッピーエブリデイも、アイドルの愛理もよかった。愛理ちゃんのソロライブまた見たい。うんうん、私も愛理ちゃんのソロライブを見てすっごく元気をもらったんだ。もう一回愛理ちゃんのライブ見たいな。こら、あんたは配信する側でしょうが。いいじゃん、する側も見たって。そうだけど、みのりは分かってるな。あれは愛理に惚れるのも仕方ない、アイドルオタクで。静香ちゃん、今日はどんな服着てるんだい。みんなもみのりちゃんみたいな気持ちになってくれたみたいね。みのります。そこまで喜んでもらえたならアイドル冥利に尽きるわ。アイドル冥利、やっぱりもう冥府とかに行っちゃうのかな。地獄って信じます？俺ね、地獄とか信じてないんだよね、天国とか。だから一回さ、証明してほしいよね。天国行っちゃってシリウスブラックみたいな感じになるかもしれないけど、でも証明してほしい誰かに。みんなありがとね。天と地をつないでほしい誰かにね、将来的に。はあ、今日の配信も無事に終わったね。早っ。楽しかったわ。それにしてもやっぱり愛理ちゃんのソロライブとっても人気みたいね。もうだって愛理だけでチャンネル登録者になってるみたいなとこない？もうそうだね、小学校の配信から結構経つのに配信するたびにコメントがつくし、これは給料3倍。みんなそれほど愛理のライブを見て感動したんだろうね。時給制だからね、ここ。なんだかちょっと照れるわね。だって本当に素敵だったもん、あの時の愛理ちゃん。私もいつかあんな風にステージに立ちたいな。みのりならいつかできるよ。そこに向かってるんでしょ今。ありがとう、はるかちゃん。早くそうなれるように頑張らなくちゃ。でも、みんなも一緒に手を上に上げて振るわよ。手を上げて振る。もし一人でステージに立ったら、あの時の愛理ちゃんみたいにかっこよく歌ったり踊ったりできるのかな。へえ、そういう悩みもあるんだね。難しいよね。はあ、どうした？みのりちゃん、どうしたの？何か悩み事？珍しいメンバー。あ、ごめんね、3人でご飯を食べる日なのにぼんやりしちゃって。3人でご飯を食べる日、そんな日あんの？なんかいっぱいそういうさ記念日を制定してそう。例えばさ、おばあちゃんのせんべいを食べちゃったけど、そのおせんべいを誰かのせいにしたでとかさ、あとちょっと友達の背骨やっちゃったでとかさ、あとはさ、犬のクソを踏んじゃったでとか、そういうのありそうじゃない？なんか制定してそう。あとさ、今日は臭い靴下履いちゃったからみんなで臭い靴下を履こうでとか、そういう
いろんな日を制定してそう。うわー、やってるわこれ。別にいいよ、お弁当のおかずを交換してただけだから。え、何、通信ですごいね。最近のオンラインってすごいんだね。それより何かあったの？おかず交換もできるんだ。実は最近一緒にアイドルをしているみんなに全然追いつけてないなって思ってて。そうなの？うん、みんなは一人でステージに立ったことがあって、今もファンのみんなに希望を届けてるけど、私は全然だなって。まあね、今のところなんかエンジョイぜみたいな雰囲気あるよね。今は配信で前よりも話せるようになったし、練習でもいっぱい踊れるようになってるなって思うけど、ステージ上だとみんなに支えてもらってばっかりで、まあ、最初からできる人いないから段階踏むべきだって。これ歌もダンスもまだまだだから、みんなに早く追いつきたいなって思ったんだ。早走りは転ぶよみのりちゃん、ね、でもわかるかも。私もチームの中で一人だけ音楽の経験がなかったから、みんなの足を引っ張っちゃってるんじゃないかって必死に練習してたんだ。ウォーキングデッドあるよね。ウォーキングデッドでそういう描写、足を引っ張る描写。もう足引っ張られたらもう終わりなんだけど、主要キャラクターは知らないみたいなところあるからね。そうだったんだ。あ、死ぬか主要キャラクター。ダリルあたりは死なないよね。もうどうでもいいんだよこれ。私もみのりの気持ちわかるな。最近初めてライブをしたんだけど、全然思ったように盛り上げられなくて、まだまだだなって思った。そうなんだ。だから上手くなりたいって気持ちよくわかるよ。ふーん、小羽ちゃん、いちかちゃん、そうだよね。悩んでるのって私だけじゃなかったんだ。そうだね、意外とみんな同じようなことを考えてるかも。あー、これは塾講師としてはすごいありがたいお言葉だよね。だからどうすればいいのか一緒に考えてみようよ。出た、思考共有。うん、ありがとう。純粋すぎて卵白。ねえ、二人はいつもどんな練習をしてるの？純白で卵白で淡白。私は少し前までライブハウスとか路上で一人で歌う練習をしてたよ。あったあった。え、一人で？それってすっごく緊張するんじゃ。うん、最初はすごく緊張したよ。でも私はみんなの中で一番経験が少なかったから、一日も早くみんなと一緒に並んで歌いたいなって思ってがむしゃらに練習してたんだ。そうだったんだ。いちかちゃんは？私も一人で路上ライブしてるよ。最初は志保のレベルに追いつくためにもっと歌が上手くなりたいと思って始めたんだけど、でも人前で歌う練習ってそれでしか得られないものもあるから、すごく大事だなって思った。そうだよね、まあ、羞恥心とかもね、覚えといた方がいいよね。そうなんだ、二人ともすごいね。俺もね、最初自分の声聞いた時すごい気持ち悪かったもん。私もいつもはるかちゃんたちにフォローしてもらっちゃってるし、一人で歌う練習しようかな。そう、あの YouTube に出す時って一回イヤホンして確認のために編集とかするためにあれなんだよね、一回自分の声絶対聞くんだよね、こういう動画作ってる人って。でもどこで歌うのがいいんだろう。二人みたいにやっぱり路上かな。路上か。どこがいいんだろう。やっぱり本番に近い場所で練習するのがいいよね。となると天皇様がいる場所かな。じゃあステージがあるところ、王宮かな。ライブハウスとか。私が行ってるところはアイドルが歌うようなところじゃないかも。古墳は？私の知ってるところもちょっとイメージできないかな。図書館でやる？うん、どこかいいところないかな。アイドルが歌うようなステージがあってお客さんが見てくれるところ。あ、それならバーチャルシンガーファンフェスタはどうかな。何それ。バーチャルシンガーファンフェスタ。バーチャルシンガーファンフェスタ。うん、ほらこれ、毎年この時期にやってるバーチャルシンガーの感謝祭だよ。ファン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 言ってるね。結構大きなイベントなんだけど、
バーチャルシンガーに関わる曲をやってる人なら誰でも参加できるんだ。へえ。ああ、本当だ。曲を作ってるクリエイターとかダンサーとかアーティストも参加してるんだね。線引きしてるラインが全然見えない。ぼやけてる、うん、今アマチュアの歌い手を募集してるみたいだから、こういうのに参加してみるのもいいのかなって。すっごく楽しそう。大好きなミクちゃんのイベントだし参加したいな。いや、みんなミクちゃん大好きなんだね。よかったね。私もちょっと興味あるかも。なんかミクのことさ、嫌いな人が行かなくてよかったよね。何するか分かんないもん。やめてみたいな。やめてよ、もうそんな私にそんなひどいこと言わないでよみたいな。え、小羽ちゃんも？ウィーン。うん、私が今のチームで歌うようになったのもバーチャルシンガーの曲がきっかけだし。そうなんだ。あ、あのさ、もしよければみんなでファンフェスタに参加してみない？ファンフェスタでしょ。みんなでどうする？じゃあラップ持ってく？うん、実は私このイベント毎年見てたんだ。お前は太鼓な。じゃあ俺ラップ持ってく。じゃあ俺はね、どうしようかな、ディズニーランドのフロート1個持ってくわ。ミクが好きだからって理由なんだけどね。バーチャルシンガーの曲をステージで歌う人たちはキラキラしてて本当にすごいなって思いながら見てた。昔は眺めてるだけだったけど、今なら、今の私ならステージの上で歌えるかもって思ったんだ。だからみんなが良ければ一緒に参加したいなって、うん、いちかちゃん、うん、やろう。私も参加したい。あ、私も。ノーって言わなかったね。本当？ノーボーインザフューチャー。今ならできる気がするって気持ち、なんとなくわかる気がする。邪心が芽生えてる、小羽に。なんかやろうとしてる。だから私も参加してみたいな。そこでさ、一丁暴れてやってて、自分が有名になるっていう、そういう野望を持ってる。ありがとう、二人とも。じゃあ早速申し込みを。って、その前にグループのみんなに相談しなきゃだよね。あ、この三人で行くの？ん？あ、そうだね。私もチームのみんなに聞いてみるよ。うん、私も。でもみんなでイベントに出られたらとっても楽しそうだね。あ、みんなで来るのかなこれ。へえ、そんな一気に応募できるの？大丈夫？バーチャルシンガーのファンフェスタか。いつもミクちゃんにはお世話になってるし、私もこのイベントで歌ってみたいな。だって企業側のさ、満腹中枢刺激されてないそれ結構。そんなに行くと。みんなで出よう。あ、結局やるんだねみんなで。え、バーチャルシンガーファンフェスタに出たい？大変そうだね行くの。うん、アマチュアの枠がまだ空いてるみたいなんだ。それで参加したいなって思ってるんだけど、どうかな。いいんじゃないかな。人前で歌うこともいい経験になると思うから。人数制限ないんだね。まあそうね、いきなり言い出すからびっくりしたけど。でも急にどうしたの？愛理ちゃんのステージが素敵だったなって思って。私の？うん、小学校でやったソロライブの時の愛理ちゃん、すっごくキラキラしてて素敵で、私もあんな風に踊りたいなって思ったんだ。マツケンサンバかと思った。でも今の私は歌もダンスも全然だし、みんなにフォローされてばっかりだから、一人でもステージに立てるようにならなきゃって思って。マツケンサンバかと思ったよ、アイリー。みのり、オーレイ。だからファンフェスタに参加してもっともっと成長したいんだ。なんか怖いマツケンサンバとかいそうじゃない？ダークサイドのマツケンサンバ。骨をオーレイオーレイ、パキパキパキ、骨折りサンバみたいな。そうだったのね。ふふふ、一人でステージに立てるようにって練習するのはすごく立派だと思うわ、ね、
ひそかの股間とどっちが立派？そうね、まあ初っ端から挑むにはファンフェスタは規模が大きいと思うけど。いいじゃん、ルフィだって最初からもう結構序盤でグランドライン行ったよ。やっぱりそうかな。毎年たくさんの人が集まるんだよね、うん、そうそう、そこらのアイドルイベントよりもお客さんが来るって聞いたことあるわ。へー、ひょえつぶ。でもチャレンジしてみるのは大切だと思うよ。そうだよね、僕もそう思うな。それにみのりちゃんならできそうな気がするんだ。チャレンジ1年生だからね。本当？もう現金ね。あ、ありがとうショコラ。でもステージに立つならみんなを笑顔にできるように頑張りなさいよ。あ、行かないの？アイリたち。頑張ってねみのりちゃん。行かないんだ。ありがとうアイリちゃん、しずくちゃん、うん、みのり頑張ってきて。あ、行こう。でも無理はしちゃダメだよ。頑張りすぎて倒れちゃったら元も子もないからね。保護者絶対来るよね。うん、ありがとうはるかちゃん、頑張ってねみのりちゃん。え、この保護者たちついてくるよね多分。応援してるわよ。イエスさ、うん、よし、イベントに向けてもっともっと頑張るぞ。もう待ってね、どこか行きたい。行くじゃんこれから。あれ、ビーバスじゃん。ファンフェスタ？それってどんなイベントなの？もうやばいよ本当に。もう薬みたいなカルピスを飲んでる集団。友達が教えてくれたんだけど、ミクちゃんに関わるクリエイターさんや歌い手さんが参加するイベントなんだって。アイドルをやってる友達がそれに参加するんだけど、私もバンドをやってる友達と参加したいなって思ってるんだ。へえ、面白そうじゃん。でもどうしてそのイベントに参加しようって思ったの？うん、もっと音楽の幅を広げたくて。肩幅もね。音楽の幅？トーヤ、肩幅は広がってないね。トーヤは臨海学校に行った時、ハンの子たちと一緒にミュージカルの曲を歌ったんだ。初期のベジータみたいな肩になろうとしてる。やっぱりいつもと違って難しかったんだけど、でも新しい発見もできたりして、自分でもちょっと成長できたかもって思ったの。だから今回も何か新しいものをつかめるんじゃないかなって思って。もう今までの小羽は内股だったけど、これからの小羽はガニ股どころかほぼ開脚みたいな感じで歩くね。そっか。それにね、開脚ペンギンみたいな。私が初めて音楽に興味を持った曲がリンちゃんとレン君の曲だったでしょ。知らない。アンちゃんが歌うあの曲がなかったら私は音楽に出会えてなかったから。何、初耳情報来るんだけど、いきなり。だからその感謝って意味でもイベントに出てみたいなって思ったんだ。どういうことなの？小羽根、感謝いいんじゃない？小羽根の言う通り、別の環境じゃないと得られない経験もあるだろうし。あ、なんか知名度上げるみたいな意味で。そうね、新しいことに挑戦していくのは大事なことだと思うわ。だってね、新しいことに挑戦しなきゃ世界は変わらないからね。チマさんの名言。俺も構わねえよ。違うことに挑戦する重要さはこの間の夏祭りでも感じたしな。ああ、あったね。トウヤ、違う相手と歌うというのもなかなかある機会じゃないからな。挑戦してみるのもいいと思う。かわいすぎトウヤ、特にその右ボクロ。二人はオッケーと。よかったね、コハメちゃん。いやさ。はい、ありがとう、シノノメくん、青柳くん。さすがトウヤだね。アンはどう？憎いほど可愛い。あ、おー。どうしたの？もちろん、いいよ。ファンフェスタでも最高の歌、期待してるからね。へえ。うん、ありがとう、アンちゃん。私、頑張るね。頑張れ。その帽子で行くの？帰ればたまには。ん？公園だ。へえ、バーチャルシンガーの感謝祭か。それに星野さんは出るんだね。なんでねえねえ、メンバーじゃないの？うん、今回は私と、グループは違うけど歌をやってる学校の友達と3人で出ようって話してるんだ。ふーん、そうだったんだ。
ファンフェスタか。え？あれファンフェスタ？私も夢のためにもっと歌の練習をしないと。なるほどね。ねえ星野さん、それってまだ空きがあったりする？カラオケ100点ぐらいじゃ満足しないよね。多分大丈夫だと思うけど、もしかして草薙さんも出るの？うん、その夢のためには必要かなって思って。そうだよ、ボーリング200点以上出して喜んでるようじゃまだプロボウラーにはなれないみたいな。私ももっと上手くならないといけないし、ソロで歌う経験も必要かなって思って。そっか、うん、いいと思う。そうだ、今度みんなで一緒に練習しない？みのりや小羽のこと草薙さんに紹介したいんだ。恥ずかしいな、君の名は状態にならない？うん、うまく話せるかわかんないけど。新海誠になる？大丈夫だよ、みんないい子だから。本当にドス黒い子とかいないの？ドスの聞いた。わかった、大英系の。じゃあお願い。天竜人の頭した子いないの？星野さんの友達か。どんな子なんだろう、会うの少し楽しみだな。ヤンキー座りしてさ、ルーズソックス下げてあーみたいな、そういう顔した子いないんだ。気にして。あ、ニーゴだ。ニーゴは出ないよね、誰もいなかったから。どうした？ラフはこんな感じかな。ラフだね。あとはみんなの意見も聞いて細かいところを詰めていこう。ああ、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権。そろそろ次の曲も考えておかないと。この曲が完成したらすぐに作曲に入れるように。はい。よかったと思う。あの時ほんの少しだったけど真冬の表情が変わった。真冬はこういうとこあるからね、可愛いからね。真冬のことはまだ救えてないけど。そうだね、救い続けていればいつか救うことができるよね。すごいね、スープ系女子、救いたいですみたいな。そのためにはもっといろいろなアプローチで曲を作っていけるようにしないと。スープモンスターだとするともっといろいろな曲を聴いた方がいいのかな。最近はずっと曲作りに専念していたから新しい曲も終えてなかったし。なんか好きなスープとかあります？あるじゃん、まあなんだろうな、コンソメスープとか、あとは、まあ、スープじゃない、コンポタージュとかあるじゃん。そういうの何が一番好きですか？やっぱね、あれかな、トマトスープとか美味しくない？結構、いや、トマトの味しないみたいなあるじゃん。なんだっけ、ミネステローネだっけ、なんかあるじゃんそういうの。久々に動画サイトを見てみよう。はい。音楽カテゴリーは、あれ？何ですか？あのクリエイターさんの新着動画が来てる。でもこの人って引退したはずじゃ。え、誰？瀬戸康史さん。そっか、この人活動再開したんだ。ああ、新しい曲もいいの。引退の時に動画を全部消してたからもう聞けないと思ってた。そうなの？あれ、投稿者コメントに続きがある。やっぱ引退したら消しちゃうんだね。なんで引退したんだろう。突然のお知らせですが、次のファンフェスタに参加予定です。なんかすぐ復刻来ない？最近引退した方とかさ、よく見る気がする。ファンフェスタ、そんなのがあるんだ。あ、ここで知ったんだね。どう見る？ファンフェスタ行ってもいいよ、行かなくてもいいよ。え、ファンフェスタに行く？行くんだ。うん、ダメだったかな。いや、ダメじゃないけど。でもどうして？ずっと活動休止してたクリエイターが参加するから、その人の曲を聴きに行きたいんだ。えなな、前髪切った？
わざわざ行かなくても家で聴けるんじゃないの。かわいい、こういうとこあるよね。その人活動休止するときに動画を全部消しちゃったんだ。 CD も出してないし、音源を聴けるところが今はほとんどなくて。へえ。ふーん、そうだったんだ。興味なさそう。でも人混み嫌いな奏が行きたいっていうのは珍しいよね。ね、自分からさ地獄に突っ込むみたいなもんでしょ。そんなにこの人の曲が好きなんだ。ね、あ、うん、それもあるんだけど。炎上してる長澤くんの家に突っ込みやめよう。ん？夏祭りでライブを見た時、外に出て音楽を聴きに行くっていうのもいいなって思ったから。なるほどね。ああ、アキトがライブイベントに出てたやつか。確かに弟くんもそうだけど、いろんなアーティストが出てて楽しかったよね。うん、体全体が音に包まれてる感じで、すごく気持ちよかった。サマーソニックみたいな感じか。やっぱりサマーソニックってさ、あれなんだよね、会場って分かれていろんなところに、で外会場とか中会場とかいっぱいあってね。いや、狭い範囲なんだけど歩くのは。音に包まれてる。真冬はそのライブを見てどう感じたの？わからないけど、悪い気分じゃなかったと思う。そう、悪くないのなら良かったわね。うん、お、今調べたんだけど、ファンフェスタの会場って屋内なんだね。そうなんだ。これなら前の野外ステージより気軽に見れるんじゃない？へえ。うん、そこまで疲れなさそうだから私でも行けそうだなと思った。俺行かないんだよね、こういうライブ系のやつとか。まあれだよ、さすがに乃木坂とか日向坂とか行くかもしれないけど、でもそのサマソニーとかさ、あとフジテレビのあるじゃん、フェスタ、フジフェスみたいなあるじゃん、ああいうのはね行かないね、なかなか。いいんじゃない、楽しそうだし、どうせならみんなで行こうよ。真夏にやるんだよね、ああいうのって。暑いんだよね。え、みんなでいいの？あ、そうなの？いいに決まってるでしょ。水木も行くよね。え、僕も？まあせっかくの機会だしね。奏も珍しく外に出ようとしてるし、僕も行こっかな。それじゃあ決まりね、水木も参加っと。あ、チェック入りました。もちろん真冬も行くよね。チェックインしました。私が行く意味はあるの？あらら、真冬。意味ってそこまで深く考えなくても、ただ行って楽しくライブを見ればいいじゃない。うん、確かにね。楽しく、前にライブを見た時は楽しいかどうかわからなかった。うん、はあ、まあ、異端系だからね。あ、じゃあこう考えてみたらどうかな。しもべ妖精みたいな、だって今表情だったもん。いろんな曲を聴いて感じるうちに本当の真冬が見つかるかもしれないって。うまいね、誘導の仕方。本当の私が。ナイス案内人。うんうん、今は分かんないかもしれないけどさ、この間も奏の曲で笑えたわけだし、いろんな音楽を聴いてるうちに好きなものとか苦手なものとかも見えてくるかもじゃん。交通整備の方って夏とかすごい暑そうだよね。そしたら本当の自分を見つけるヒントになるかもって。あれ好き、なんかさ高速透明道路とかであるさ、電子掲示板でなんかあるじゃん、あの工事中にその旗を振ってる人とかさ、あの電子掲示板に映ってる方、あの方好きだね。なんかいつもさテンテンしてるじゃん。ね、どう真冬、行く気になった？あんたね、いくらなんでもそう簡単に。あれ海賊船に乗せても成り立つよね、旗だった場合。行く。行くんだ。は？よかった。本気？本当の自分が見つかるかもしれないなら。かわいいな。よし、決まりだね。オッケー。みんなで一緒に行こう、かなで。協力的。ありがとう、みんな。俺の勝ち。かなで。はい、え、どうしたの、ミク。何？楽しんできてね。急にどうしたの？うん、ありがとう。楽しめないのってでも思った？
こうする思い、私の青春ね、青い春、そして黄色い雨、黒い傘、緑のピコロ。草薙さん、紹介するね。この前話した今度ファンフェスタに参加する友達のみのりと小花だよ。来ました、花里とみのりです。よろしくね、ねねちゃん。全チーム来たね。え、うん、草薙ねねです、よろしく。わあ、苦手でそう。あずさは小花です。普段はストリートの音楽をやってます。この空気感きつそうね。ね、よろしく。っていうか、あなたってもしかして、あ、すれ違ってる。はい、まさかいちかちゃんの知り合いが草薙さんだなんて思わなかったな。あれ、もしかして二人って知り合いなの。まあいろいろあってね。うん、フェニックスワンダーランドで草薙さんたちのショーをよく見てるんだ。地下生活長かったよね。でもこうしてちゃんと話すのは初めてだから、すごく嬉しいな。そこまで喜ぶことないと思うけど。ふーん。なんだか素敵だね。なんか全くさ、車通りがないのが気になるよね。ここ治安悪いのかな。そうだね、可能性あるよね。それもスラム街みたいになってる可能性ある。ここポケットに財布とかスマホを入れた日にはもう iPhone 信者からスマホだけ盗んで、で財布にアップルシールを貼り付けられるとかね。あずさわさんと花里さんだよね。改めてよろしく。あとアップル信者の方になんか顔にアップルのマークのタトゥーを入れられるとかね。よろしくお願いします。花里さんはアイドルなんだっけ。うん、みんなに希望を届けられるようなアイドルを目指してるんだ。いいですね、超王道系、まっすぐ、自分の言葉を曲げないって感じする。ねねちゃん、私とも仲良くしてくれると嬉しいな。うわ、仲良くしやすそう。え、あ、うん、こちらこそ。こういうとこあるよね、ねね。はい、ありがとう、ねねちゃん。はい、フェスタ一緒に頑張ろうね。はい、じゃん。そうだね。なんていうか、すごいコミュ力、さすがアイドルというか。なんかバネみたいだよね。その一回さ、押し込んで、で話すともう止まらないみたいな、ビヨヨヨヨヨみたいになるみたいな、うん、勢いがすごく明るいよね。一緒にいると元気が出るっていうか。確かにね。それにね、みのりちゃんはすごく頑張り屋さんなんだよ。アイドルグループで活動してるんだけど、その中で一人だけ未経験で頑張ってるんだ。そうなんだよ、後悔してないんだよまだ。ファンフェスタに出るのもアイドルとして成長して他のみんなに追いつきたいからなんだって。まだ森にいるからね。アイリーはアイリーじゃなかった、みのりは。みんなとステージに立つとつい甘えちゃうから、うん、そこまで頑張れるなんてすごいね。どういう意味それ、バカにしてるの。そんなことないよ、アイドルになるのがずっと私の夢だったから、今はとにかく頑張って成長したいんだ。夢のために死んならそれでいいって。それに他のみんなもたくさん練習してるし、経験もたくさん積んでるし、私も早くみんなに追いつかなきゃ。うん、頑張ろう。私も何かできることがあれば協力するよ。私も。あ、私もアイドルとか全然知らない世界だし、できることは少ないと思う。じゃあとりあえずチャンネル10個作って1人10個ね、でコメントしといて、で1人アカウント10のコメント20ねみたいな。花里さんを見てるとなんだか私も頑張ろうって思えるから、一緒に頑張りたい。ありがとう。よーし、みんなで頑張ってファンフェスタのステージ成功させよう。よし、自転車で行こう。おお、 ET 乗せよ前に。テレ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 って飛ぶからね。あ、ねね前に乗せればいいんじゃない。早速練習しよっか。アイドルの練習って何が必要なの。なんかねねとさ、小羽ね、
自転車のカゴに乗せればなんか飛びそうじゃない？飛んでくれそう。歌もそうだけど、振り付けを考えてからダンスの練習もして、やることがたくさんあるよ。そっか、アイドルだからダンスが必要なんだよね。なんかさ、前後にステップ踏むダンスあるじゃん。前後ろ前後ろって、エクササイズダンスとかでも使われてる？あれやれば？ワンツーワンツーって。ダメ？うん、いつも振り付けを考えてくれてるのははるかちゃんやあいりちゃんだから、自分で一から全部考えるのは初めてなの。じゃあ大の字でまたちゃんとした姿勢、大の字またちゃんとした姿勢みたいな、大の字でそれを繰り返して、でまあ2時間過ごすみたいなのもありじゃない？今回はできるだけ一人で頑張りたいんだけど、やっぱり振り付けを考えるのは難しくてなかなか進まないんだ。大の字まっすぐ立つ、大の字まっすぐ立つ、大の字まっすぐ立つ、このダンスでもう、でもね、軽く30分はいけると思うよ。そうなんだ。私も力になりたいけど、ダンスはやったことないな。私はパフォーマンスで少しだけ。でも、教えられるほどじゃないかな。じゃあ革命起こそう。あ、ナポレオン。そうだ。草薙さんはショーをやってるから踊れるよね。え？うん。まあ、少しは。あ、本当？なんか、あれだよね。ネネってメイドインアビスにいそう。うん。ショーステージのダンスだから、アイドルとは少し違うかもしれないけど。へえ。それに、私が振り付けを考えてるわけじゃないから、相談するならルイ、ああ、演出家なんだけど、そっちに聞いてみるといいかも。そうなんだ。じゃあ、もしよければ教えてもらいたいんだけど、いいかな？え、ねえ、なんか人殺しちゃった？挙動がおかしいからさ。うん、多分大丈夫。みんなそういうの好きそうだし。ありがとう、ネネちゃん。あの草薙さん、よければなんだけど、私もその練習に参加してもいいかな？全方向向いてる。あ、じゃあ私も。草薙さんが普段どんな感じで練習してるのか見てみたいな。前向きロケット。うん、わかった。私の練習は参考になるのかわかんないけど、みんなに3人のこと話してみるね。ありがとう、ネネちゃん。振り付けはなんとかなりそう。あとは歌だけだけど、いつもの自主練だけで大丈夫かな。あ、歌だったら私のチームの子たちみんな上手いんだ。え、こんな循環するんだね、綺麗に。もしかしたらアドバイスしてくれるかもしれないし、練習を見てもらえないか聞いてみるよ。円満夫婦って感じがする。二人はどうかな？もし大丈夫なら参加したい。空気循環が綺麗に行われてるね。私もアドバイスをもらえる機会ってあまりないし。確かに。うん、じゃあちょっと聞いてみるね。へー。練習に参加するなら早い方がいいよね。もし大丈夫そうなら3日後にある練習日に一緒にやろう。私の方は4日後かな。練習に参加するならそっちの方が先になりそう。うん、わかった。二人ともありがとう。よろしくお願いします。アイドルじゃない練習って初めてだな。みんなどんな練習をしてるんだろう。じゃない方練習ね。だから芸人っていうところのじゃない方芸人、あれだよね、王道系練習とかあるからね。もう王道の練習しかしない。例えばさ、声を高音を出すとかそういう練習しかしないんだけども、アイドル系じゃない練習は声を裏返ったり、あとデスボイスを出したりする練習が、それがじゃない方練習。ああんじゃん。あ、どうや、かわいらしい。はじめまして、小羽ちゃんの友達の花里みのりです。今日はよろしくお願いします。この子がね、トウヤ、青ヤギトウヤって言うんだよ。まあ、赤ヤギもキヤギもいないけど、でも青ヤギはいます。よろしくお願いします。うん、小羽から話は聞いてるよ。みんなと会えるのずっと楽しみにしてたんだ。ああ、本当に。今日は一緒に練習頑
張ろうね。自分のことミッキーマウスだと思ってる。言っとくが、俺は何も教えねえぞ。いつも通り練習するだけだ。冷た、冷た、冷えるね。もう冷えピタだね。これからニックネームアキトは冷えピタね。うわ、二重人格の人だ。今日はこっちの人格なんだ。何見てんだよ。うわ、な、態度悪い。なんでもない。態度悪い。いつも通り隠れた。可愛い。ちょっともうガンつけないでよね。最低。大丈夫だよ。しののめくんはちょっと怖そうに見えるけど、本当は優しいから。もう適当なこと言ってんじゃねえぞ。最低だわアキト。でもアキトはああ言っているが、俺もあずさわと同意見だ。仲間思いだし優しい人間だと思う。まあ意地悪はしないよね、こう見えて。だから二人とも怖がらなくていい。いやータイは優しいな。いやトウヤの方が優しいけどね。そうなんだ。うん、そうか。それにしても驚いたな。あずさわの友人というのは星野さんたちのことだったのか。なんかあれだよね、真面目すぎるから、その結構なんかサボってる人とかには厳しいけど、その陰湿なことはしないよねアキトって。うん、前に路上ライブで会ってから一緒にお昼を食べたり歌の練習をするようになったんだ。路上ライブ、路上すくいやってる市川とかね。ヒヒヒヒヒみたいな、ヒヒヒヒみたいな。で本当に路上すくってるの、畑で。あれ、二人って知り合いなの？うん、ああ、司先輩の妹さんがバンドメンバーにいて、その関係で知り合ったんだ。そうだよね、トーヤ、よく覚えました。あいつか。みんな結構知り合いが多いんだね。うん、たまたまだけどね。うん、珍しい。そういえばみのりちゃんはアイドルやってるんだっけ？どんな活動してるの？ほんと狭いね、この地域って。だってこれだけさ人数いて全員知り合いってあるんだね。あ、うん、モーマージャンプってグループで今はネットで配信したりしてるよ。この前は初めて小学校に行って子供たちと遊んだりライブしたりしたんだ。なんかあれだよね、フルハウスみたいじゃない？全員知り合いみたいな登場人物。へー、面白そう。あれ、でもモアモアジャンプってハルカ、桐谷ハルカンがいるところ。桐谷ハルカン？うん、そうだけど。あ、やっぱり。桐谷さんのこと知ってるの？なんで？うん、昔からのライバルっていうか友達かな。あ、忘れてた。そうだ、なんか言ってたわ、幼馴染みたいなこと。え、昔からってことはもしかしてはるかちゃんとは幼馴染みなんですか？いいなそんな大したものじゃないけどね。でも幼馴染みだったらファンになってないと思うよ。でもそっか、じゃあみのりちゃんがはるかの言ってた。じゃあ当たり前のものってあんまりさ、あれじゃん、そんなに食いつかないじゃん。私が？ううん、なんでもない。そうだ、後で昔のはるかのことを聞かせてあげよっか。いや待って、いやみのりはなるな、多分ファンに、幼馴染でも。え、昔のはるかちゃん、はい、ぜひお願いします。みのりちゃんってば。昔のはるか、今のはるか、未来のはるかみたいなね。もう3人今現代に集まってるからね。おい、そろそろ始めるぞ。時代戦争勃発してる、はるかの。あ、そうだね、みんな準備はいい？うん、うん。スパイダーマンノーウェイホーム、頑張ります。じゃあどんな雰囲気でやっているか掴んでもらうためにも、初めは見学してもらって途中から合流してもらう形にできればいいかと思うんだが。とーや、いいと思う。うん、大丈夫、なんでもいいよ正直。それなら始めるぞ。どれだけ混ぜてもいい、どんなミキサーに入れてもいいからね。うん、どうぞ。あ、すごい、肌がビリビリするくらいの迫力。うわー、臨海学校の時も聞いたけど小羽ちゃんやっぱり歌うまいな。でも小羽ちゃんだけじゃなくて他のみんなもすっごくうまい。どや。こんな感じかな。
プーすごかった。ちょっと一服してくるね。うん、すごい迫力だね。ありがとう。でもまだちょっと気になるところはあるかな。今のすごく上手に聞こえたのに。このくらいで満足できるかよ。まだ上には上がいるんだぞ。ああ、そうだな。そうだね。白石はサビ手前で走りがちだ。あずさわが引きずられてリズムがずれるから気をつけたい。ああごめん、気持ちよくてつい。すごい解析力がある。ベジータがスカウターなしで悟空を解析してるみたいな。アキトはあずさわのフォローに入ってくれたが、それもあって次のパートに出遅れてしまった。このあたり気をつけてほしい。いろんなところに目向けてるね。もう今さ、内閣総理大臣は何してるんだろうとか、そういうところにも今目向けてるからね。分かった。多分内閣総理大臣になったら、内閣総理大臣にもあその声の出し方は違いますねとか言える、そういう人間、頂点に立つ男だよね。どうやらベースがすごく安定してるけど、4人で合わせた時はもうちょっと声張った方がいいかもね。しっぺ返し食らってる。ああそうだな、声量を上げられるようにしよう。いやいいけどね、そのままでも俺は。なんていうかすごいストイック、うちの練習と全然違う。そうだよ、あれだよね、ワンダショーはさ、はははは、みんなで手つなごうみたいな感じだけど、もうビューはさ殴り合うからね普通に。なんだか新鮮だね、ボクシンググローブつけずに。じゃ次はみんなでやってみようか。って言っても初めて歌う曲だとわかんないよね。だったらファンフェスタで歌う予定の曲を歌ってもらうのはどうだ。なんですか。うん、そうだね。そうだね。じゃあ行くよ。教えて、何か教えて先に。おい、全然声が出てねえぞ。それじゃ後ろの客に届かねえだろ。本当に？遠慮しなくていいからね。わかった。絶対志保の声も聞こえないよね。あ、音負けしちゃってる。いいじゃんいいじゃん、その調子で頑張って。しののめくん、言葉とか雰囲気は怖いけど、歌をよく聞いて欠点をしっかり指摘してくれる。そうだよ、まあビッグボスだからね。この感覚志保に教えてもらうときに似てるな。すっごく綺麗な高音。あ、そうじゃん、あれじゃん、うちのムードメーカーっていうか、ムードメーカーではないな。あ、音程も表現もいい。もう少し力強く声を出せればもっと観客を巻き込めるはずだ。あとは花さとか。綺麗な音。テテ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 。遅れただろう、今。今乗ってたのに。遅れた後も引きずってて、気持ちも歌も取り返せてね。ミスったんならその後のパートでカバーしろ。ミア集むじゃん。リズムも少しずれていたな。慌てず落ち着いて周りの音を聞くといい。でも明るくて元気になれる歌声だよね。喉に力を入れるんじゃなくてお腹を使ってくともっと良くなるかもよ。優しい遠野。頑張れ。すごい、少し歌っただけでいっぱいアドバイスが来る。小羽ちゃんこの中で歌ってたんだ。でも私ももっと上手くなりたい。アドバイスされたところ直せるようにしないと。でも思ったよりストイックだったね。みのりちゃん大丈夫？大変だったら無理しないでね。ありがとう。でも全然大丈夫だよ。だからもう一回やらせてください。笑ってるね、アキトが。やっぱ本気の人は好きなんだね、アキト。よーし、それじゃあ今日の練習はここまでにしようか。みんな、お疲れ様。ありがとうございました。すっごく勉強になったよ。今日だけで歌が何倍も上手くなった気がする。へえ。そりゃ大げさだろ。なんで。でも、みのりの気持ちわかるな。普段の練習だと気づけないところもたくさんあったし。そうだよ、疲れた後に焼肉食うといつもの何十倍も
何百倍も高い高級肉を食ってるような気分になるかな。うん、みんなありがとう。得るものがあったようでよかった。ファンフェスタの当日が楽しみだな。素晴らしいアドバイザー。うんうん、ありがとうキャストさん。私たち応援に行くから頑張ってね。可愛いわトヤは。はあ、俺もかよ。当たり前でしょ、小羽だって出るんだし。うん、みんなファンフェスタまで頑張ってね。行かない日だったんだね。うん、へえ、楽しそうみんな。でもいいよね、なんか指摘してくれるのちゃんと。あれルイじゃん、ワンダーランド。なんでここ来たんだっけ。レントリンタ、こんにちは。あ、メイコとカイト。なになに、みんな何見てるの。メイとカイ。あのね、今日はねネネちゃんのお友達が練習しに来てるんだって。ふーん、どんな子なんだろう、僕も見たい。これな、稲妻イレブンならトレーニングポイント搾取されるんだけど、でも今は多分ないよね、そういうの。こらこら、邪魔にならないように静かに見てるのよ。あれ今勤務中だよね、そういえば。はーい。暇なの。本日はワンダーランドショータイムの練習にようこそ。紹介しよう、俺が座長の天末。つかささんすごいわ、つかさ出ましたよ、今日もキュート。すげえ、もう飛び立ってるね、司の翼が。 M ちゃん、久しぶり。ワンダーステージでこうやって話すの初めてだから、なんだか変な感じだね。 M ちゃん、とうとうボルダリングのパントマイムやるようになったの？ VS 嵐やってるよ。この流れ、前も経験したことがあるぞ。もういいよ、司、あなたの可愛さは伝わってるよ。まあ、紹介するも何も、あずさわさんと星野さんは私たちのこと知ってるし。わあ、ショートカットしちゃうの、ここベリーショート美容院みたいな。そうだね、星野くんは以前僕たちのショーを見に来たことがあるし、あずさわくんは僕たちのファン1号だしね。ファンか、本当に。皆さんお久しぶりです。もうちょっとさ、なんか用意してほしいよね。例えばさ、かりんとうとか。今日はよろしくお願いします。なんかかりんとうを頭に乗せてウルトラマンぐらいはしてほしいよね、さすがに礼儀として。うん、今日はダンスの指導をということだったな、大いに歓迎するぞ。つかさ、今日もやっぱボイスがさ、すごい元気だよね。それよりもねね、イベントに出るなら出るでどうして言わない。発声量がやばいっていうか、いきなり言われた言葉がファンフェスタに参加する友達と練習させてほしいで驚いたぞ。歩くメガホンマシーンみたいな感じするからね、つかさ。だって行ったらどうせ見に来るでしょ。当たり前だ、スケジュールは抑えるし場所も調べるぞ、ステージに届くような応援方法も考える。優しいな、つかさは。本当にありがとう、かわいい。ねねちゃんが困った時にシュバババババってステージに行けるようにちゃんと準備運動もしておくよ。すごい、ジムだからね、もうジム通いのもう週7。そういうところだってば。いいじゃん。じゃあ紹介って言っても、この中で初対面なのって花里さんだけか。どんどん繋がってくるね、ここ。この子が花里みのりさん、アイドルをやってるんだ。はい、花里みのりです、今日はよろしくお願いします。なんかテーマパーク好きそうな見た目してるね、みのり。ああ、俺は座長の天馬司だ、今日はよろしくな。はい、さきちゃんのお兄さんなんですよね。そうだよ、かわいいでしょ、見てください、この天馬司の右手、ちょっとほっそりとした右手。おお、さきの友人だったか、これからもさきのことよろしく頼む。筋があるんだよね、少し手に。はい、お兄さん今日はよろしくお願いします。ここで新幹線のおもちゃで走らせたよね。ああ、それでこの二人が M とルイだ。もう俺昔新幹線のおもちゃすごい欲しかったな。なぜかさ、トーマスのおもちゃばかり買ってたけど、なんか新幹線のも一回買ってもらったんだよね。でやっぱりね、どうしてもトーマスが遅すぎて新幹線がさ、もう使えちゃうじゃん。
だからトーマスを脱線させて、でトーマスの後ろ部分だけ剥ぎ取って新幹線に突き入った。ワンワン、ワンダフォーイ、オートリウムだよ、よろしくね、みなちゃん。かわいいな、エムちゃん。はじめまして、上白ルイです。今日はよろしくね。あ、温度差すごい。はい、よろしくお願いします。急にお化け屋敷。それで3人は今日ダンスを教えてほしいということだったな。ただ俺たちのダンスは演技に付随するものだから、台本を読んでそれに合わせて踊るという形になるがいいか。ちゃんと聞いてあげるのね、すごいいいよね、紳士的。はい、やっぱこれがね、ザ男前って感じですよ。うん、いい返事だ。それでは早速台本を配ろう。今回はショーを一緒にやってもらおうと思ってるんだ。あ、もちろん台本を読みながらでいいからね。ふーん、私たちがショーを？ああ、教えるにしても俺たちがやっている方法がいいと思ってな。では準備ができ次第始めるぞ。賢いです、天間司さん。今日もイケてますね、天間司さん。スターですよ、光ってます。王子と会っていたことが露見した。ネネ演じる姫は地下牢に閉じ込められてしまう。ああ、禁断の恋ってやつ。そこに星野くん演じる魔法使いと、あずさわくんと花里くんが演じる使い魔が現れて姫を救い出すんだ。王様ランキング。ふむふむ。その場面で踊るシーンを作ろうと思うんだけど、花里くんだったらどんな動きがいいと思う？チューチュートレイン。お姫様を救い出すんだから今から行くよって気持ちで踊るとか。うん、いいね。それならその感情を表すためにステップを入れてみるのはいいかもしれないね。あ、地上遊泳は？クロールで地面を泳ぐの。なるほど。じゃあここは2ステップにして。へえ、ああいう風にダンスを作っていくんだ。すごいね。いつもは最初ルイが形を作っちゃってみんなで合わせながら直していくのが多いんだけどね。ああ、結構現在進行イング系のあれなんだね、リハーサルなんだね。花里が振り付けの仕方を覚えたいと言っていたから、あいつなりに教えているのかもしれんな。だから現在進行系リハーサリングだよね。さすがルイくんだね。うん、では実際に演じながらやってみようか。どうぞ。おう、やるぞ。あー、つかせやります。すごいよ、すごいよ、もうすごいすごい。もう俺審査員ならね、全員の札を剥ぎ取って全部に10点満点中10点つけるね。あ、でも不正バレちゃいけないから一つだけ9点にする。このままでは王子に会うこともままならない。一体どうしたら。あら、あなた方は。姫、私でよければ力をお貸ししましょう。この魔法の力で。まあ、鍵が。まあ、これであなたは自由の身。さあ、お逃げなさい。さあ、みんなここからダンスシーンだよ。役になりきって踊ってみて。インド映画みたいに踊るの？なんかインド映画ってさ、常に首揺らすよね。ちょっと恥ずかしいけど、こうかな。どう？踊って。おー、なかなか筋がいいな。基本的な動きはできているぞ。すげえ。あとは下を向かないことだな。恥ずかしくても前を見て動きを大胆にすることだ。つかさー、もうアドバイス力がもう100点、アドバイザー検定準1級みたいな感じだよね。はい。うわー、これ楽しいだろうな、教えられて。次はカネちゃん、あ、うん、役になりきってだよね。うん、だったら。わあ、すごくいい感じ。へえ、他者多様だね、教え方って。あとはね、使い魔さんっぽくちょっと指先をふにゃんってするといいかも。ボギー。ふにゃん、こう。そうそう、カネちゃん今すっごく使い魔さんみたいになってる。え、どうなってんだろう、指
反対方向に曲がってないよね。ありがとう、Mちゃん。さてと、花里くんは。さすがアイドルだね。歌と踊りはお手の物だ。ありがとうございます。でもこれに演技っていうのがなかなかできなくて。うん、そうだね。それじゃあ指先の動きを意識してみるといいかもね。指先？そう、振り付けには一つ一つ思いが込められているから、振り付けからどう表現するかっていうのを考えてみるのも役作りの一つの方法だ。へえ、全体で考えるんじゃなくて、一つのところを集中してってこと？特に感情がこもりやすいのが指先。自信のなさも喜怒哀楽も指先に一番現れる。そうなの？だから指の先まで意識をするっていうのが一番大事かもしれない、ね。まあ確かにね、フリーザがあのベジータ王の惑星潰した時もデスボール指先だったよね。あ、確かにアイドルの振り付けでも同じことを言われたかも。ショーもアイドルのダンスも基礎は同じということかな。かもね。そうなのかも。ダンスのコツは喜怒哀楽を体全体と指先で表現と。なんだか掴めたみたいだね。うん、よかったね。そうだ、人数が多い時にやってみたい演出があったんだ。司くん、ちょっとステージの向こう側まで飛んでもらってもいいかい？確かにさ、あれだよね、マッサージとかも指先になんか集中するからこそ気持ちいいマッサージができるのかもしれない。だってさ、もう体全体でなんかそのマッサージされてる人の上で波打ってるようにパンパンパンってさ、体でやっても絶対マッサージにならないじゃん。指先に集中してみたいなところあるよね。ちょっと司はともかく、星野さんたちに何する気？少しは加減を。司君に観客の視線が向いた瞬間に花里君たちがステージ上に登場する仕掛けだよ。面白いと思わないかい？びっくりするね。え？ああ、うん、そういうことなら星野さんたちにはちゃんと配慮してるんだ。うん、うん、何か言ったかい？あれだからね、あの一件があったから。最初そうだったよね、ルイって司にもさ、なんか遠慮しようとしてたよね。別に何も。そういう性格なんだよね、もともと。わー、あれがねねちゃんの友達なんだね。あのね、やるまでは結構計画するんだけど、でもいざやるとなると自分のその、なんていうの、両親の部分が出てきて、でなんか結局やらずじまいになっちゃうみたいな、そういうとこあるよね。みんなに負けず劣らず、にぎやかだね。うん、すーすー、やだ俺、映画館でこんな人いたらもう口塞いじゃう、口と鼻全部塞ぐね。もうルガンタがこんなところでも寝て。嘘です、しません。ただね、まあ、やだよね、映画館でさ、隣でなんかいびきかきながら寝てるとか。みんなすっごく楽しそうだね。僕も振り付けしたい。みーもみーも、みんなと踊りたい。ふーん、ふーんみたいな。俺さ、一回あったの、そういうとこ。王子と姫は幸せに暮らしました。めでたしめでたし。そう、映画館で本当にいびきかけながら寝てる人がいてさ、うんうんって。で最初さ、映画からなんかそういう音が聞こえてくるのかなと思ったんだけど、明らかにだって寝てるようなシーンじゃないので、横見たらね、普通にうーんうーんってなんかもう倒れながら、本当に海賊みたいな、ジャック・スパロウみたいな、そういう座り方しながら寝てたね。みんな今日はご苦労だった。全員ダンスも上達し、最後には観客を入れても問題ないレベルまで上達したな。素晴らしい、司さん、あなたは天才です。本番でも今日学んだことを生かして最高の演技をしてほしい。以上だ。天才喝采、大喝采。今日は本当にありがとうございました。すごく勉強になりました。よかったね。こちらこそ、
僕たちも充実した時間を過ごせたよ。うん、みんな本番ではいっぱいワクワクキラキラしてね。ワンダーホイしたね今。うん、うん、よかったじゃん、みんな楽しめて幸せな空間。あ、レオニードだ、レオニード。いっちゃん、いよいよ明日だね。どう？うん、ちょっと緊張するな。ポカリスエット飲む？いつも通りやれば大丈夫だよ。あ、ちゃんと励ましてる。私たち応援に行くからね、いちこちゃん頑張って。あ、ちゃんと来るんだね、プロデューサー。ありがとう。ダンスの練習とかもしたし、何か活かせるといいな。え、リッチそんなことしてたんだ。ワンモアチャンスはないからね。うん、あとは違う歌の練習をしたりとか。しかもみんな見てるからね、こういうところって。表現の幅を広げられたんだね。あんまりその本当に見えやすい失敗すると、割とね、後々のその活動とかに影響するかもしれない。そういうのって必ずどこかで役に立つよ。いい経験したね。ええ、成長したいちかの歌楽しみだわ。うん、いちか、後で私たちにも聞かせてほしいな。わかった、それじゃあまた聞かせるね。いよいよ明日か、楽しみだな。うん、思いがけない出会い。あ、そうじゃん、2位とのさ、ぶつかり合い来るじゃん、ぶつかり稽古。あ、こんなに2021年ね、懐かしいな。2021年、もう1年前だよ。えな来た、おーい、こっちこっち。まあ捉え方によっては1年前、年月的にはまあ、まあ2021年始まりからすればもう2021年は去年だよね。何言ってるか分かんないけど。待たせちゃった。あ、エナなんだ。エナなんて外出するんだね。うん、待ち合わせ時間よりも前だから大丈夫。なんか家でポットで寝てるのかと思った。よかった。って、あれ真冬はまだ来てないんだよね。どうしたんだろう。真冬来ないの？うん、いつもは早く来てるのにね。あれ、みんな遅れちゃってごめんね。あ、そっちモード今日。あは、真冬。どっちの真冬もいいけどね。別にいいけど、なんでその喋り方。うん、あら、みんなこんにちは。あ、え、来た。あれ、アイリとしずく、それにあと一人の子って、うわー、はるかちゃんだ。顔ちっちゃ、めちゃくちゃかわいい。あ、そんなに違うんだね、顔のサイズ。うるさ、ちょっとみずき、そんなに叫んだらみんながこっち見ちゃうでしょ。あ、ごめん、もしかしなくても今日ってお忍びだよね。の割に変装してないよね。そうだけど、そこまで気にしなくても大丈夫だよ。エナさんとミズキさんだよね。ありがとう。よく知ってるね。何それ、香水？アイドルスマイルだ。めっちゃくちゃキラキラしてるよ。ヒフミンがやっても同じ、多分オーラ出ると思うよ。まったく。ひふみを見てみな。あ、そうですね。うん、今は、うん、今日将棋やりたくないですね。ピラキ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 ラみたいな。でも真冬が一緒に来るとは思わなくてびっくりしちゃったよ。朝比奈さんとは同じ部活なのよね。おう、そういえば前打ち上げの時に聞いた気がする。だから真冬このモードなんだ。ええ、いつも朝比奈さんにはお世話になっているのよ。うん、そんな、私は何もしてないよ。すごいな、真冬ってこの切り替えの速さ。けど、どうして一緒に来たの？待ち合わせしてたってわけじゃないでしょ。うん、今日は同じグループの子がファンフェスタで参加するから応援に来たの。それで偶然朝比奈さんに会ったのよ。へえ。で、しずくに紹介してもらって話してたら、エナたちと同じサークルで活動してるって聞いたのよ。びっくりしちゃったわよね。うん、
誰あ、そっか、愛理たちも奏とは初対面だったよね。あ、知らないんだね。もうそんなに有名じゃないの？有名だよね絶対。奏、私の友達で愛理と雫、二人も有名なアイドルだよ。だよね。それでこっちがはるかちゃん、国民的アイドルだよ。国民的、そうなんだ、知らなかった。海外的とかあんのかな。奏はアイドルに興味なさそうだもんね。ディラン・マッケイみたいな海外的アイドル。なんだか真冬がこの感じだと調子狂うっていうか。どっちが本物でしょう。エナ、どうしたの？なんでもないってば。それでこの子が僕たちと同じサークルの奏だよ。カリスマって感じでいい曲書くんだよね。カリスマ美容師ね。カリスマ美容師っていう言葉ほど俺信用できないものないんだけど。そうなんだ、今度聞いてみたいな。カニ様美容師は、カニみたいな髪型にカットしてくれてる美容師、そういう方いたら信用できるよね。あ、カニ様か今日はみたいに。うん、機会があったら。そうだわ、ここで会えたのも何かの縁だし、一緒にステージを見るのはどうかしら。まあそうなるよね。ああ、そうだね、僕もすっごくそうしたいんだけど。何？ああ真冬ね、そうだよね。たまの休みなのにずっとこの感じでいるのはしんどそうだよね。お人形さんみたい。ごめんね、今日は4人で見るよ。いつはスモールワールドの人形と変わらないもん今。あら、そう残念ね。まあそれがいいかもね、サークルメンバーみんなで遊びに来てるんだし。ずっと同じ動きしてんの。世界中どこだってみたいな、ずっと動き同じだからね。ごめんねアイリー。表情も同じ。会えたらまた後で会おうね。ええ、また後でね。バイバイ。あ、シャットアウトした。楽でしょ。いつもの真冬に戻ったね。うん、いつもの。こっちの方が好きかも真冬。まあ自覚はないかもしれないけど、こっちの方がいつもの真冬っぽいかもね。そうだよね。うん、そうなんだ。うん、はあ、それにしてもアイドルってすごい可愛いな。はるかちゃんに会えて僕ドキドキしちゃったよ。顔面ファンってやつ。さっきのアイドルの子もそうだけど、結構いろんなジャンルの人が参加するんだね。アイリーに対して何も言わなかったね。それにしても思ってた以上に人が多いな。聞きに来る人も結構いろんな人がいるみたいだし。なんで全員に触れないの。みんなお待たせ。ん、みんな揃ったね。それじゃあ行こっか。レオニードじゃん。あれ、今の声って、気のせいかな。ここは、ここも接点あんの。奏、どうしたの。うん、うん、なんでもない、今行く。え、どこまで接点あんの。すごくない、つながり狭いね本当に世界って。いっちゃんのライブ楽しみだな。どんな歌を歌うんだろうね。そうだね、お客さん側でいちかちゃんの歌を聴くの初めてだから楽しみだな。風船大きくない？確かに一緒に演奏してるとなかなか観客側で聴く機会ってないよね。そう考えると貴重かも。んでも思った以上に人が多いね。いちか大丈夫かな。そうだね、いちかちゃん緊張してるかも。じゃあみんなでいっちゃんのところに応援に行こうよ。そしたら緊張もほぐれるかも。でも控室に全員で行くのは迷惑になるでしょ。出演者も多いだろうし。でも入れるのそれって。行くなとは言ってないでしょ。誰か一人が代表して行けばいいんじゃない。なんかチケットとかないの。ああそうだね、それじゃあ誰が行こっか。じゃあしほちゃんがいいと思う。なんで。え、私、さきの方が励ますの得意だし
咲きがいいんじゃ。うん、うんうん、私よりもしほちゃんの方がいいよ。なんで？突拍子ないね。だってしほちゃんライブの経験もいっぱいあるし、いつも頼りになるもん。咲きっぽい。だからしほちゃんに励まされたら、いっちゃんも頑張ろうってなると思うの。咲きの思考の路線が見えない。全然。そうかな。読めないってやつ。うん、私も賛成。へー、しほちゃん、私たちの分までいちかちゃんを応援してきてね。うん、ほなみ、わかった。それじゃあ二人の分までいちかのこと応援しに行ってくるね。特攻服ね。ほれほれ、誰かさん、ほれほれ、誰かさん、本番前のエール。もうすぐ歌い手の枠が始まるね。歌い手緊張してきた。カラオケルーム、お客さんいっぱいいたもんね。歓声もすごく聞こえてきたし。え、虚勢と規制は。うん、でもみのりが一番緊張してるよね。まあそうだよね。初めてのソロライブだもんね。さっき少し外に出てくるって言ってたけど大丈夫かな。これきついんじゃない。ちょっとドーパミン出まくってるよ今。うん、誰か来たみたい。みのりちゃんかな。グルコサミンあげれば。え、はあ、うん、ダメ、緊張する、胸がドキドキしてる。そりゃそうだよね。この前小学校でもライブをやったけど、やっぱり一人でステージに立つのは緊張するな。小学生とね、一般客じゃ違うって。失敗しちゃったらどうしよう。がっかりさせちゃったら、うん、足が震えてきちゃった。みんなこんな緊張する中ステージになってたんだ。みー、私大丈夫かな。大丈夫、人間能天気ならなんとかなる。おお、ここにいたのか。つかさ、天馬つかさ。あー、来た。あれ、つかささん、どうしてここに。つかさ、ああ、ネネの応援に来たんだが、そこでお前が異様に緊張していると聞いてな。すごい、やっぱね、適切なアドバイスできる雰囲気を醸し出してる。ステージに立つという意味では先輩な俺が少し様子を見に来たというわけだ。懐が深い。この懐の深さ、もう底なしだね。フリーフォール、フリーフォール男。ありがとうございます。それで何を緊張しているんだ。気になる。実は私、一人でお客さんがいるステージに立つの初めてなんです。まあそうだよね。これまで生配信したり子供たちの前で歌ったりしてたから、少しは成長できてるなって思ってたんですけど。オンラインプレイヤーでね、一人になったら全然ダメだなって。さすがにね、オフ会は行ったことないみたいだね。一人でステージに立ってみんなに希望を届けたいなんて思ってたけど、やっぱり私だけじゃ。今まではオンライン授業だったんだけど、もうこれからは普通に学校通っていきますよの時の初登校の時だね。うん、つかさどうする。かわいい。アナサト、俺はアイドルのことはよくわからん。うん、だがな、ここは私が聞きましょう。おお、天馬つかさ。ステージとは多くの観客に自分の姿を見てもらうことができる、まさに晴れの舞台。そうだね。磨き上げた歌とダンスでたくさんの観客を笑顔にできるのだ。はあ、だからもうステージに立った人だけがなせることがあるから、それをやってこいってことね。さっきお前はみんなに希望を届けたいと言ったな。うん、確かに一人でステージに立つのは緊張するかもしれん。だがここでステージを成功させれば、たくさんの人にお前の思いが届けられるわけだ。左にパックマンいる。食べようとしてる司のことを。どけどけ。あー、うわ、この顔いいね。こういう顔似合うよね、司は。もう奥歯さえないみたいな、奥歯さえなくしましたみたいな、バシですよって。よかったな。そうだ、うまくいかないかもって不安になっちゃってたけど、今日はみんなに
希望を届けるチャンスなんだ。つかささんよく言いました。かわいいしかっこいいし、もうすごいね。襟直ししてあげたい。あの日のはるかちゃんみたいに届けるんだ。そう、一人でこんなに大勢の人間に希望を届けられる機会はそうそうないぞ。そうだね、花里とならばできる。これまで努力してきた自分を信じろ。かっこいい、こんなこと言える先輩なんて。はい、ありがとうございます、つかささん。まさしくモテんま、つかさ。いい顔になったな。うん。だが、それでも緊張するというのなら声を出せ。行くぞ。まずは大きく息を吸って。すみません、こちらでは静かにお願いします。うん、これは湿気では。花里、静かに発声練習するぞ。つかさ、天然なところもやっぱりつかさって感じするね。天馬つかさの吸収率が高い。だから静かにお願いします。うん、なかなかままならんな。うん、笑った。はあ、最高だね、天馬つかさって。花里さん、どうしようもないぐらい。大丈夫かな。ねねちゃーん、ワンダフォーアタック。やばい、プロレスラー来た。ちょっとM、突然突撃してこないで。びっくりするでしょ。またやってる。というか今天井から降ってこなかった？どっから来たの？天井から降ってきたの？天井をスススススって動いて、ねねちゃんの上からピョンって来たんだよ。え、どこ開いたの？うん、全然わかんないことだけはわかった。あのさ、窓ガラスを開けるレーザービームみたいなのあるじゃん、ウィーンって。あれを使って天井に穴を開けたの？でもちょっと気が紛れたかも。ありがとね。マジ？腕一本折れてるよ。もうすぐ出番だな。まさかファンフェスタに出ることになるなんて思わなかった。まさか司がみのりをさ、ねえ、アドバイスするなんて思わなかった。去年までは見ている側だったのに、なんだか不思議だな。でもミクたちへの感謝を込める歌ならきっと私が一番届けられると思う。いちか。あ、来た。あ、シホ、来てくれたんだ。うん、でも大丈夫そうだね。この前のライブよりしっかりした顔してるね。西郷隆盛みたいな顔してる。そうかな。でもシホの顔が見れてよかった。今日はこの犬が散歩に来たでぞやすみたいな。今ならすごくいい歌が歌えそうな気がするよ。うん、ちゃんとみんなと一緒に見てるから頑張って。これは西郷隆盛がこのカラオケに来た世界線だね。小羽も一人で歌うんだよね。緊張するかもしれないけどしっかりね。うん、ありがとう、しほちゃん。緩和してる。小羽、発泡スチロール緩和剤。あ、あんちゃん。あんちゃんだ。大丈夫？緊張してない？あ、みんな来てくれるんだね。いつものライブハウスとは違うから。でもあんちゃんが来てくれたからちょっとだけ緊張がなくなったかも。へえ、ほんと嬉しいな。嘘だよ。私もだけど、アキトとトウヤも見てるからさ、いつも通りに歌えば大丈夫。トウヤも来てんの？ハッピーパラダイスじゃん。小羽の実力は私が一番知ってる。だから自信を持って歌ってきてよ。了解。うん、ありがとう。へえ、あれ、もしかして、うん？みんな来る。はるか。あ、はるかじゃん。なんでここに？って、みのりちゃんの応援か。え、そうだけど、なんでそのことを知ってるの？もう、開講済み。ちょっと縁があってさ、みのりちゃんに歌を教えてたんだよね。案が？そうだったんだ。みのりのためにありがとう。どういたしまして。ふん、こうやって縁がつながってくんだね。そういえばみのりがどこにいるか知ってる？探してるんだけど見当たらなくて。これ LINE グループ作るんだろうね、多分。あ、
みのりちゃんならさっき天間つかさが、みんな、ただいま。あ、おかえりなさい。大丈夫？うん、つかささんに励ましてもらっちゃった。心配かけちゃってごめんね。みのり、あ、はるかちゃん、よかった、本番前に会えて。どうしても伝えたいことがあったんだ。さすが天間つかさ、両者一択、聖者聖媒、すべての神をつかさどります。これが天間つかさ。え、伝えたいこと？うん、今日ステージに立つのはみのりだけだけど、みのりは一人じゃない。私たちも応援してるから。だから何があっても大丈夫。みのりらしく笑顔でね。はるかちゃん、ありがとう。私頑張るよ。頑張ってステージの上から希望を届けてくるね。へえ、私らしく笑顔で。サイバー感あふれてる。あ、ファンフェスタ、すっごい画面。そろそろあずさわの出番だな。かき氷でいうところのブルーハワイ。小羽。あ、あの子かわいい。一人で歌うのかな。ちょっと緊張してるっぽいけど大丈夫かな。かわいい子には目がないね、エナナ。大丈夫、あんちゃんも応援してくれてるし、私は歌える。なんかあれだよね、そうするとさ、可愛くない子がかわいそうだよね。なんか何も反応されないみたいな。それかさ、あ、ブスみたいな言われんのかな。あ、ね、え、何すご、めちゃくちゃ上手くない。ひどいよね、エナナ。エナナってやっぱりそういうところごめんね、エナナ。いやね、常に指が細い。いや、その線の細さ芸術的だよ。すごいよ、お前エナナって。うん、びっくりした。さすがあずさわだな。あ、トウヤさん。ま、あいつならこんなもんだろ。トウヤさん、どう、この熟年の夫婦みたいな。トウヤさん、ほんと最高。練習の時より生き生きしてる。生きてるね。あ、おお、いっちゃんすごい。あ、一人ずつやるんだ。いつも一緒に演奏してるから、こうして客席で聞いてるのはなんだか新鮮だね。ね、刺身コーナー。うんうん、それにすっごく堂々と歌ってるし、全然緊張してないみたい。あ、すごい。しほちゃんが応援してくれたおかげかな。確かに、別に私は何もしてないけどね。あの歌声聞いたことある。確か桜が咲いてた時の。え、桜咲いてた時、いつ。何だ、すごい綺麗な歌、なんだか胸にしみるね。わー、お客さんたちみんなねねちゃんの歌にフルフルしてるよ。フルフル、なんといっても我らの歌姫だからな。メントスコーラしてんのみんな、ここで。つかさくん、そう言いながら涙目になっているよ。あー、感受性豊か、可愛らしい。こういうところも可愛い、たまらないわ。皆さん素晴らしい歌い手ばかりですね。どの歌も皆さんの心に届いているのではないでしょうか。では続きまして、花里みのりさんです。どうぞ。お、次がみのりちゃんだって。アイリと一緒にアイドルやってる子だよね。楽しみ。そうだよ。こんにちは、花里みのりです。今日はみくちゃんの歌で精一杯、私は皆さんに歌おうと思います。あ、かわいい。あれは相当緊張してるわね。いいよ、そこもね、結構プラスポイント入ってるよ。みのりちゃん頑張って。今のところ失敗してない。あの子はどんな歌歌うんだろうね。でも緊張してたみたいだし大丈夫かな。お客さんこんなにいるんだ。ここにいるお客さんが私を見てる。うーん、怖いけど、でもこの日のためにみんなと頑張ったんだもん。お客さんたちに希望を届けなくちゃ。
アイドル2。あ、みのりちゃん、どうしよう、リズムがおかしくなっちゃった。はるかちゃんやつかささんに励ましてもらったのに。まずい。やっぱり私じゃ一人でステージに立つなんて。確かに一人でステージに立つのは緊張するかもしれん。だがここでステージを成功させればたくさんの人にお前の思いが届けられるわけだ。よく言ったつかさ。今日ステージに立つのはみのりだけだけど、決してみのりは一人じゃない。ありきたりな表現だけど、だから何があっても大丈夫。みのりらしく笑顔でね。でもこれって結構勇気になるよね。あ、そうだ、私らしく笑顔でお客さんに希望を届けるんだ。うん、笑った。失敗しちゃった分はその後の歌でカバーする。すごい四面楚歌、すごい表情の。よく音を聞いて前を向いてステージの端まで声を響かせる。あんまり表情変えない方がいいよ。怖いから、コロッケさんみたいになってる。どうや、あいつ笑った。うまく巻き返したな。あの練習は無駄じゃなかったってわけだな。やっぱアキトはあれだね、なんかあんま素直じゃないね。俺なんてやっぱ興味ないしみたいな、そういう雰囲気醸し出してんのに。ダンスは体全体を大きく動かして、指の先まで集中して動きの一つ一つに思いを込める。すっごーい、みのりちゃんキラキラピカピカってしてる。さすが、俺たちが教えただけのことはあるな。ね、うん、さすがアイドルだね。なんだか眩しいな。まあ馬力は自分だけどね、原動力は、うん、すごい、前に見た配信よりも歌もダンスもずっと上手くなってる。真冬はどう思ってんだろう。緊張してたみたいだから心配だったけど、すっごくいいね、応援したくなっちゃった。おいやす。みのり、この短期間でまた成長してない？みのりちゃんからは目が離せないわね。ステージからみのりの思いや努力が伝わってくるね。みのり、やっぱりみのりは将来すごいアイドルになるよ。へえ、アイドルに言われたよ。みんなもう公認だよね。これ言いふらしてやろう、文春とかに売りつけてやろう。このはるかが言いましたって。本日のファンフェスタは以上になります。お帰りの際は忘れ物のないようお願いします。どうだった？ファンフェスタどの枠もクオリティが高くてよかったな。いつも聴かないジャンルの曲も結構いいなって思えたし、音楽はいろんな世界を見せてくれるね。どうだった？イベント的に、イベントとしての評価聞きたいな。もっともっと届けたい。モアモアモアだね。それでいいんだよ。みのり、お疲れ様。歌もダンスもすごく良かったよ。ありがとう。最初失敗しちゃった時は焦っちゃったけど、シャツ1枚ちょっとは見てくれてる人に希望を届けられてたらいいな。寒いんじゃない？うん、届いてたと思うよ。みんな袖長いよ。それにすっごくアイドルって感じだったよ。きっとみのりちゃんのグループの子たちにも近づけてたんじゃないかな。うん、ほんと？そうだったらいいな。みのり、よかったね。私もファンフェスタのステージに立ててよかった。感謝の気持ちを伝えられた気がする。そうだね。うん、私も多分今日のことはずっと忘れないと思う。じゃあ最終的には大成功っていうことでいいですか？みんな同じ気持ちみたいだね。集大成できたんだ。みんな本当にありがとう。それにしても、あずさわの歌はすごかったな。どうや、やっぱすごいね、ストレートに褒められるって。他のやつも良かったんじゃねえか。ちゃんと会場を盛り上げてたしな。うんうん、
私も出ればよかったな、うん、あ、みんなここにいたんだね。だ小羽、今日の小羽も最高に良かったよ。あ、よく頑張ったな、あずさは。うわ、褒められてる。ほら、アキトも何か言ってあげなよ。照れちゃうよ、小羽がキュンキュンって。まあ、あれくらいはやれて当然だからな。次のイベントも気を抜くんじゃねえぞ。小羽、顔綺麗。あ、何それ、さっきまであんなに褒めてたくせに。そう、マイキーみたいにゴーンって。誰がだよ。おーや、笑ってんじゃねえぞ。みんなありがとう、次のイベントも頑張るね。うん、あー、よかったじゃん。お疲れ様、ステージすっごくよかったよ。これあれだね、映画ならさ、右が黒くなってて、で右半分だけその字幕みたいな感じでスタッフロールが流れてるね。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいな。NG 新集みたいな。ちょっと緊張したけど、いい経験になったよ。よかったね。楽しかったんだ、最終的に。今日の歌、どうだった？まあね、結婚してください。すっごく、すっごく、すっごくよかったよ。もう肌がビビビビビってなって止まらなかった。あ、それは女性には天敵みたいな。ああ、さすがはうちの歌姫だな。観客も圧倒されていたぞ。電気治療。ありがとう。あ、つかさに褒められて嬉しそう。まだまだ反省点は多いし、直さないといけないところはたくさんある。天馬さんちの褒め。でもステージに一人で立てたし、ミュージカル俳優になる夢に少し近づけたかな。うん、すごかったよ、天馬つかさ。まだドキドキが収まらない、夢の中にいるみたい。確かに、ね、あるよね。私一人でステージをやりきったんだ。あ、いたいた、みのり、もう探したわよ。自信ついたんじゃない？あ、みんなごめんね、なんだかぼーっとしちゃって。初めて一人でステージをやりきったんだもの、そうなっちゃうのは仕方ないわ。すごいですね。そうなのかな。へえ、あ、ニコニコしてる。うん、それにすごく良かった、アイドルらしいステージだったよ。嬉しかったんだね。はるかちゃん。でも反省点がないわけじゃないから、帰ったらきちっと反省会するわよ。なんかアイリーだけ一本だけ歯生えてんだよ、なんで。でも本当に素敵だったわ、ずっと笑顔で前を向いていて、会場のみんなも希望をもらったんじゃないかしら。刃がさ、チャームポイントってよく言うけど、刃だけ残せばいいってわけじゃないよ。刃もあって、普通の歯もあって、初めてチャームポイントになるからね。ま、そうね、100点満点じゃないけど80点くらいはあげてもいいわ。ということは、まあ四捨五入で100点。みんな、私まだまだだけど、みんなに少しでも近づけるように頑張るから。切り上げで100点。だからこれからもよろしくね。もちろんだよ、みのりはモアモアジャンプの大切な仲間なんだから。よかったね。あ、アイリー。 あ、エナじゃない、ちょうどいいわね、みのりのこと紹介しましょう。あ、そうだ。そうね。こうやってどんどんさ、勢力を拡大していくんだね、みんな。戦国時代とそんな変わんないよね。みんな、やってること紹介するわ、うちの自慢のアイドルの花里みのりよ。うん、はい、花里みのりです、よろしくお願いします。よく言えた。東雲エナです、よろしく。アイリから話は聞いてるよ。うん、あ、
はいはいはい、僕は秋山瑞希。みのりちゃんよろしくね。ステージ見てたよ、すっごいキラキラしててめちゃくちゃ良かった。これから僕みのりちゃんのこと押すから。え、急に？ありがとうございます。でも私なんか押してもらっていいんですか？いやいや、あんなステージ見せられたら押すでしょう。これから今までの配信動画も見るし、で将来は絶対みのりちゃんは僕が育てたって言うから。あんまりね、関わらない方がいいよ、多分。たく、何言ってんだか。関わらない方がいい。あ、みのりちゃん、紹介が遅れたけど、こっちの二人が奏と真冬。でもいるよね、たまに音楽サークルやってるんだ。たまにいるよね、そのさ、ツイッターとか見てると。まあ、何をつぶやくかは自由だから何も言わないけど、でもさ、なんか私が何々ちゃんを育てましたとか、私が今までこの子がファンが少人数だった頃から支えてきたからここまで成り上がってんですとかあるよね。はじめまして、朝比奈真冬です。花里さんのステージとても素敵だったよ。動画もまた見させてもらうね、真冬。あ、酔崎奏です。さっきのステージとても良かった。すごく眩しかった。うん、ありがとうございます。うん、よかったね。眩しかった、最高じゃない。植物とみのりはこれ言われて嬉しいからね。今日は完璧には踊れなかったし、はるかちゃんたちに比べたらまだまだだと思うけど。いや、植物とみのりだけ、この世の中でそれ言われて嬉しいのは。こうしてたくさんの人が私の歌を聴いてくれて、アイドルとして認めてくれて嬉しい。次にライブをやる時までにもっともっと練習して、はるかちゃんたちと一緒にファンのみんなに希望を届けたいな。アイカツしてますね。よし、これからももっともっともっと頑張るぞ。まあまあまあ、うわー、ちょっとみのりのファンじゃなかった。私は天馬つかさと青柳とやったの真冬のファンです。でもみのり、すごい応援したくなったね。